ここは3月11日の大津波による被害の大きかった宮城県北部の気仙沼市です。岩井崎という見晴らしの良い海岸があり、観光の名所でもあります。あの時の大津波により周辺の記念碑や建物には大きな被害がありました。岬には力士の銅像があり、その銅像の主人公はここ気仙沼市出身の第9代横綱秀ノ山来五郎です。5尺4寸164センチ史上最も背の低い横綱とも言われています。津波に対して横綱の銅像は土俵際で踏ん張り、津波をかわし、そして耐え忍び、流されずにしぶとく生き残りました。ここ宮城県出身の横綱は4名いますので、順次紹介していきましょう。2番目に紹介するのはここ登米市米山町出身の第3代横綱丸山権太左衛門です。身長197センチ、体重170キロ。今から260年も前の江戸中期に活躍した力士で、横綱になって2ヶ月後に長崎の巡業先で流行り病のために無念の生涯を終えたと伝えられています。それでは次に3番目の横綱を紹介しましょう。仙台市の高等台公園に立つその銅像は、横綱として特に有名な第4代横綱の谷風梶之助です。江戸後期に横綱在位4年8ヶ月で優勝21回、63連勝の大記録を持つ横綱です。ここは宮城県の南部に位置する白石市です。白石市は福島県との県境で、その面積は広く蔵王連峰の約3分の1も含まれています。この地域は昔から大相撲とは関わりの深い土地柄でもあり、西7町からなる仙南地域では以前には大相撲の地方巡業が行われており、力士たちが颯爽と町の中を歩く姿をよく見かけたり、公園などや寺の境内などでの稽古の様子が見られました。そして第18代横綱の大筒万右衛門の出身地でもあります。また初代立行司木村庄之助なども白石市の出身であり、初代の谷風梶之助が隣町の蔵王町出身です。蔵王連峰と同じ名前の蔵王町には宮地区があり、1694年元禄7年勝った峰神社門前の鈴木家に生まれた初代谷風は、後に片倉家のお抱え力士となり、およそ9年間にわたり無敗の記録を持ち、最強の大関と言われました。その当時は大関が最高位で、残念ながらまだ横綱の制度はありませんでした。谷風の前に谷風なく、谷風の後に谷風なしと称えられたのです。一本杉は初代片倉小十郎景綱の墓標として植えられました。敵に暴かれぬようにと墓石を作らなかったとされています。谷風は享年43歳で眠りにつき、谷風の遺言で生まれ故郷の片倉小十郎が眠る決算寺に眠っています。白石氏は伊達政宗の家臣である片倉小十郎の城下町として栄えてきました。
片倉小十郎の居城である白石城の敷地には大正6年に建立された記念碑があり、谷風と大筒の名が記されています。その近くには第18代横綱の大筒万右衛門の銅像があります。かなりの大男だったことが想像されます。それではここで大筒万右衛門の生い立ちを紹介しましょう。白石城から東の方角に大高沢三沢の唐竹地区があります。その唐竹地区に明治2年1869年に一人の赤ん坊が誕生しました。父親の万吉の一字を取り、名前は万次と名付けられました。万次は健康にすくすくと育ち、6歳頃から急に大きくなりだしました。それからは病気もせずにそのまま成長が続き、15歳になる頃には身長も180センチを超えるまでに成長し、三沢の怪童と呼ばれていました。そのような万次少年に父親の万吉はある時、白石町まで米の運搬を頼んだのでした。1俵60キロ余りの米俵を両方の肩に担ぎ、合計2俵を担いで片道8キロの道のりを歩いて町まで運んだのでした。その街道ぶりに道行く人々は驚いたとのことです。その当時、白石駅前にあった岡崎旅館の主人である岡崎佐蔵も注目していました。万次少年は米を町まで運んでかなり空腹になってしまい、家に帰るなり母に向かって、母ちゃん腹減ったとおやつの催促をするのでした。しかし母親も心得ており、準備していたおやつの焼き芋を差し出したのです。焼き芋は万次の大好物でしたので、あっという間に2貫目を平らげました。時は明治17年、白石駅前の岡崎旅館の主人である岡崎佐蔵から見出され、小車親方と対面し、親方から相撲への誘いの言葉をかけられました。しかし万次は迷っていたのです。その時に小車親方から、稽古を真面目にさえやればきっと強くなれるよと励まされ、決心したのでした。さて、入門はしたものの、兄弟子たちから稽古をつけてもらっても、万次の大きな体は地面にすごい音を立てて倒れるばかりでした。不器用な万次は兄弟子たちについて行けず、とうとうノイローゼ気味になってしまいました。明治19年5月場所のこと、小車部屋に肝心元が回ってきたのをきっかけに、万次は特例として序二段になり、翌年の明治20年に初めて三沢滝のしこ名で番付に乗りました。さらに翌年の明治21年、明治天皇天覧相撲がありまして、その余興の出し物で何人かの力士たちが大砲を持ち上げるという力持ち自慢の余興があり、大砲をみんなで持ち上げようとしました。でもなかなか持ち上がりません。その時前に進み出たのが万次です。俺がやろうというなり、全身の力を出し、大砲の乗った台車ごと肩まで担ぎ上げたのでした。その場に居合わせた人々はその怪力ぶりに目を丸くして驚いたとのこと。この大砲を持ち上げたことをきっかけに、しこ名を大筒万右衛門と改めたのでした。さて、
力の強い大筒はどうしても相手より自分から仕掛けて勝負をすることが多くなり、その結果として相手から身をかわされたりして墓穴を掘ることが多く、その様子を観察していた親方から呼ばれ指導を受けたのです。その方法とは、立ち上がって遠くから突っ張って土俵中央で相手をがっしりと捕まえ、そして力いっぱい振って投げるということに徹しました。それからは来る日も来る日も同じことを練習し、そしてこの技を身につけ、大筒はこの技を得意技として練習を重ね、明治23年1月5戦全勝で幕下に進んだのです。その後も順調に勝ち進み、明治24年には幕下10枚目に進み、翌年の明治25年には十両に昇進しました。翌年の明治26年には小結びとなり、さらに明治27年には関脇に昇進して、大筒の絶頂期を迎えたのです。ところが明治29年春場所後に土佐の高知へ巡業に行った時のことでした。恩師である親方が倒れて、弟子たちの見守る中で亡くなってしまったのでした。自分を見出してくれた親方への恩返しのためにも、絶対に横綱になって今までの親方の恩に報いることを悲しみの中で心に誓ったのでした。その誓い通りに順調に昇進を続けたのです。明治32年には大関となり、入門して17年後の明治34年に第18代横綱となったのです。この時の大筒万右衛門の身長は197センチ、そして体重が134キロでした。巨漢横綱が誕生したのです。この時の親方は第15代横綱だった初代の梅ヶ谷でした。勝率 95.1% の大横綱だったのです。この梅ヶ谷は後に雷親方に改名しました。雷親方には励ましの言葉として、横綱の気構えや責任などを諭されました。それからは、横綱とはいかなる時も負けてはいけないという相撲に徹したのです。明治36年には日露戦争に志願兵として従軍し、陸軍の野砲連隊に入衛し、3場所を全休しました。明治38年以降は持病であった高血圧とリウマチに悩まされながらも、雷親方との約束通り負けない相撲に徹底し、明治40年5月にはなんと9日間すべての取り組みを引き分けとし、別名を分け綱と揶揄されながらも負けない相撲に徹したのでした。その時の引き分け率は約 40% で、復員後の3年6場所では25引き分けの 69% に達したのでした。そして明治41年、全休の後に引退することになりました。それから間もなくして横綱引退後、年寄松千山を名乗り、勝負検査役となって、大正5年に記念碑建立の話が持ち上がったのです。しかし郷土には先輩の初代谷風梶之助が、さらに先代には大横綱の2代目谷風梶之助がいて、その2人を差し置いて自分だけの記念碑を建てるのは恐れ多いことと感じたのでした。しかし自分だけでなく谷風と一緒に名前が刻まれるのであれば、ありがたくお受けしますと応じたのです。そして大正6年、めでたく除幕式が盛大に行われました。しかしその幸せな中にも、
肉体的にはボロボロになっていたのです。高血圧やリウマチ、糖尿病などに苦しんでいたのでした。大筒の名誉と喜びもつかの間でした。翌年の大正7年には背中に腫れ物ができ、その原因がわからずに当時の帝国病院にて手術を受けましたが、手術は成功するも糖尿病による衰弱も重なり、とうとう帰らぬ人となりました。東京の本所にあるエコイン境内で初めて行われたのは明和5年1768年のことで、文政年間に至るまで相撲の場所はエコインとされており、明治42年の旧両国国技館が完成するまで続いたと言われています。遺骨はエコインに松地山として眠っています。ところで、大筒のお骨は分骨されて、郷土の宮城県大高沢三沢の赤沢墓地にも眠っています。その後に映画化された長谷川慎の書き下ろしによる名作である一本刀土俵入りのモデルになったとも言われています。作者の長谷川慎は幼い頃からよく谷町の家に出入りして相撲の話を聞いていたそうです。大筒の人情味あふれる生活態度を見て育った長谷川慎は一本刀土俵入りで大筒をモデルにしたと言われています。新国劇や映画では長谷川一夫の一本刀土俵入りがヒットして相撲を紹介することに大きく貢献したと言われています。